まして、黄金のコメディフェスティバル、代表委員会の、代表を務めさせていただいております8割世界の鈴木優太と申します。ですね、ただいま黄金のコメディフェスティバル長くて、コメフェスと略させてもらうという話があったんですけれども、この黄金のコメディフェスティバルと名付けたのは私でございまして、プライドもありますので、私だけは黄金のコメディフェスティバルとフルネームで呼び続けていきたいと思いますので、どうぞ皆様黄金のコメディフェスティバルという名前だけでも覚えて帰っていただければなと思っております。はい、この黄金のコメディフェスティバルですけれども、先ほどもちらっと申し上げたんですけれども、今年が第1回目となります。ですが早くも半永久的な開催を目指して、これからやっていきたいなと思っております。黄金のコメディフェスティバルを見に来れば、今の日本の面白いコメディ劇団が一目でわかる。黄金のコメディフェスティバルの歴史を見れば過去の日本のコメディの歴史が一目でわかると、そういった、コメディフェスティバルにしたいと思います。しかし本当にまだ1回もやっていないイベントなんですけども、今日こうして白田風刺家電さんの制作発表に、便乗いたしまして、多くの皆様の前で発表できることが本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、資料ある方はお手元の、黄金のコメディフェスティバルの概要を、ご覧いただければなと思いますけれども、開催期間はですね、今年の夏でございます。8月、むちゃくちゃ暑い時期でございますけれども、こちらの暑い期間を利用して、黄金の夏を利用しまして、やっていきたいと思います。ちなみに千秋楽の8月25日は私の母親の誕生日でございます。はい、あ、ちょっと受けてよかったです。あ、拍手ありがとうございます。はい、そしてですね、まさに今年本当に第1回を飾るにふさわしい、黄金の6団体を揃えることができたと私自負しております。先ほども相澤さんの方からご紹介いただきましたけれども、じゃあ読み上げさせていただきます。犬と串さん、エコタのガーズさん、電動夏子アンチシステムさん、8割世界、ホキモト信也がプロデュースさん、ポップマッシュルームチキン野郎さんと、本当に今、関東甲信越で飲めていいよ、まさにこの6団体だと、この6団体以外を関東甲信越のコメディ劇団の代表ではないという、あの6団体を揃えることができたと思いますので、非常に見応えがあるメンバーだと思っています。それでですね、この6団体をチーム分けさせていただきまして、3チームに分けまして、それを、いろいろローテーションして上演していきたいと思います。まずですね、犬と串と、8割世界は嬉しいチーム、エコダノガールズ、電動ナッツコアンチシステムが楽しいチーム、さあそろそろオチが分かってきたと思いますけれども、ポキモト信也がプロデュース、ポップマシュルームチキン野郎が大好きチームと、まあ、どっかで聞いたような、名前を、付けさせていただきました。これは私が決めたんではなく演出家の総意で決めたんで、私のセンスだとは思わないでください。はい、そして審査員もこちら本当にもう ありえないような黄金の審査員の皆様に集まっていただきましたので、こちらも、読み上げさせていただきたいと思います。BS 日テレ常務取締、編成局長、梅原もともさん、劇団ラッパ屋主催鈴木聡さん、コレッジ株式会社所属演劇コラムニスト手塚浩二さん、シアター風刺家電支配人、劇団青年座女優、那須小夜子さん、カンフィティ編集長ロングランプランニング代表ロングランプランニング株式会社取締役の牛田昌司さん、非常に、まさに本当にこちらも黄金と言っていい素晴らしい審査員の方々に、お集まりいただけました。はい、そして、こちらいろいろ表彰も、いろいろ、もちろんこちら審査員の方々、あとお客様にも、審査員権、全部のグループ見ていただいた方にはお配りしようと今考えてるんですけれども、そして、なんとグランプリはですね、先ほどから出たからもう今更なんとってことじゃないんですけれども、なんと BS 日テレさんの方で、最終作品を放映していただけるという素晴らしい商品をいただくことができました。これね、もうちょっと早くに決まってればもっとしょぼい参加だったら選んだのにって正直今思ってるんですけれどもですね、もう私の優勝が非常に厳しいって思うような、メンバーだとも思っております。はい、さらに私先日BS 日テレさんの方にご挨拶に伺わせていただきましたら、本当に思っていた以上に BS 日テレさんの方に熱意というか、この劇場中継をなんていうんですか、ただの劇場中継ではなく、そのテレビドラマとかと その中間地点となるような比較にこれから育て上げられたらいいなという話をすごくいただきまして、非常に嬉しい気持ちと同様の気持ちが、はい、えらいことになってきたなというふうに非常にね、またビビりまくっております。でも今はだいぶ落ち着いているんですけどもですね、はい、というような感じで開催していきたいと思います。本当に何せ今年が初めてでございますので、いろいろ
見切り発車でいろいろやっていきたいと思いますけれども、まあとりあえずね、当たって砕けろな感じで、どうせ砕けるならバラバラに砕けるまで面白いことにチャレンジするような企画にしていきたいと思っております。前夜祭というのも実は本番の前日に、本番の前日にそんなことして暇があるのかって感じなんですけれども、前夜祭というのも開催することが決定しましたが、現在まだノープランでございますので、はい、何か面白いアイディアございましたら、ぜひ黄金のコメディフェスから実行委員会までアイディア送ってください、はい、採用する可能性は多いでございますので、はい、なんかいろんな人を巻き込んでいって、もうどんどん本当にこのフェスティバル第1回から大きくなってなっていってますので、どんどんもっともっと多くの人に絡んでいっていただきたいと私は考えておりますので、ぜひぜひアイディア、ご意見、いろんな、ものご融資等いろいろお待ちしておりますので、はい、そんな感じで黄金のコメディフェスティバル頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。